こんにちは、松井塾の松井です。さあ、それでは平城京の時代を見ていきましょう。ということで、じゃあなんで農民が不老や逃亡するかっていう話です。生活が苦しくなってるから、ね、生活が苦しくなってるから不老したり逃亡したりする、まあ、じゃあどうすればいいかっていうと、収入を増やせばいいじゃないかってことですね。はい、収入を増やせばいいじゃないかっていうね。はい、でどういうふうにするかっていうことになるんですけど、これ当てたのがこれですね。722年っていうことですね。みんな松井君だったら成功することです。はい、100万町部の開墾計画っていうことですね。はい、計画を作ってみんなあの開墾のために気合を出せと。はい、ね、メリットはないかもしれないけど、みんなが幸せになれるから頑張ろうっつって、おおっつって全員言ってね、開墾しまくって解決って、なわけないやんと。はい、なわけないやろと。こんなもん成功するわけないやろってことですね。はい、というわけでこれがまず失敗に終わります。はい、100万町部の開墾計画ですね。はい、とにかく開墾しまくればいいんだよって言って、ね、田んぼが足りない、じゃあ作ればいいじゃないかみたいなね、はい、感じなんですけど、いやいや、どうやって作るか、どういうシステムを作るか、それが大事ですよということです。でこれがまあ失敗します。はい、じゃあ次の計画を見ていきましょう。まあ、ちなみに次も失敗します。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。